はい、皆さんこんにちは、ジェでございます。ユルトラックシミュレーター2やっていきたいと思います。そういえばちょっと前にね、暗いというお話いただきましたので、明るさでもだいぶ明るくしてるね。もうちょっと明るくしてみましょうか。わかんない、ちょっと待って。全然か、走ってる最中じゃないとダメなのかこれ。もうちょっと明るくしましょうか。やっぱりね、録画するとね、暗くなっちゃうので、じゃあやっていきましょう。ワルシャワに戻ったんだね、トラック会にね。さあ、じゃあ外部契約、まだあれなのかな。あ、まだワクチンだ。これ重いんだよね、もう全部ワクチンかな。あ、いや、ワクチンじゃないのもあるんだ。もうちょっとワクチンいいでしょう。ポーランドだね。あ、いや、重い。他のものの方が重いのか。これは8トンだけどね。ドリラ。あ、カリーニングラード。あ、これ最近聞きましたね。飛び地なんでしたっけ、これ。カリーニングラードって。あ、今は違うのかな。でもこれなんか見た感じおかしいもんね。カリーニングラードって。これどっかの飛び地だと思います。確かね。これつい最近見ました。あ、じゃあいいね。行ってみましょう。8.5 トンだから軽いもんね。じゃあこれで配送開始と。もうちょっとワクチンね。ワクチンかな、バクチン。バクチン。もうちょっとね、もういいですわ。もうね、ネットのニュースももうコロナばっかなんでね。はい、じゃあ行きましょうか。どこまで行けばいいのかな。あ、エンジン音が違うね。前気づかなかったけど。いや違う、これあれだ、これメルセデスに変えたんだ。メルセデスに変えたが全然見えてないけどね。いきなり事故るかもわかんないですけど。お、警戒。ちょっとウィンカーの音が硬いけどね。あー、なんかいい、ミラーでかい。あ、もう空荷だからかな、警戒に走るのは。前のイベコね、ちょっとね、辛いもんがあったんですけど、これはいいかもわかんないね。ちょっと、こんな感じか。さあ、荷物引っ張ってみたらどうでしょうね。あ、インパネが結構ね、ああ、出だしが、あ、そろそっか。だから、カラリというか、トレーラーついてないからね。イベコも出だしは悪くないと思うんですけどね、カラリだったら。はい、ウインカーのマークがでかい。めちゃくちゃ見やすいね、これは。なんかすごく好印象ですね、メルセデス。昔も乗ってるはずなんだけどね。あ、でもメルセデスのこの一番下のモデルは乗ってないんだよね、私。まあちょっともう早速ね、エンジンパワーとか上げちゃってるんで。あ、でもなんかすごく、めちゃくちゃ私の中では好印象ですね。乗りやすい。お、音いいですね。この音いいですわ。なんかあんまりディーゼルっぽい感じがしないんですけど。まあ、ヨーロッパ車のディーゼルは静かだよってね。私、知り合いがボルボ乗ってますので、ボルボ乗った時もね、静かだなと思いましたね。ちょっとゴロゴロは言いますけど、多少は。あ、これ8トンだからだろうね。むちゃくちゃ走りやすいの。わあ、いいわ。なんかすごく乗用車感覚で乗れる。何キロですか。320キロ。あ、ちょうどいい頃合いだね。40分切るぐらいかな。ちょっとなんかミラーが邪魔だな。右を見た時ミラーが邪魔だね。あ、でもすごく、あ、今のところ申し分ないね。あ、このトレーラー、あ、このトラクター、
このトラクターヘッドはちょっと、もうフルパワーにしてあげたいな。あ、すごい小気味。まあ、イベコの車はワクチンばっかり運んでたからかな。重い荷物ばっかり運んでたような感じだからかな。うん、出だしも悪くない。音がいいね。そういやね、以前メルセデス乗ってる時はまだこの、あのだいぶ前のバージョンだからね、ユーロトラックシミュレーター2が。だからね、途中でバージョンアップ入って音が、音にかなり実車に近いというか、音にこだわりがあるよという感じになってましたもんね。ブロックしちゃったね、隣の車。あ、お巡りさんだったらどうしよう。いや、なんですこのちょっと惰性で流れてる、あ、ブレーキめっちゃ効くわ。あ、これ軽いからか。荷物が軽いからかな。あ、パトカーだった隣。私がブロックしたのはパトカーだったんだね。まあちょっと日頃のね、罰金のあの厳しい取り締まりの、うん、お返しできたかなと思うんですけどね。なんだろう、パトカーがフライングするってすごいよね。今明らかにパトカーフライングだよね。あ、でもやっぱりあのギアのもたつきちょっとありますね。今感じましたね。まあ、まあ8トンだからこんだけ小気味のはあるとは思うんですけどね。いやー、ちょっとスカニア乗りよりも乗りやすい。今のこの感じは、おお、なんかすごく小気味よく走ってくれてるって。上り坂来てもね、うん、いや、エンジン音がいい。エンジン、その加速の時の音がいいね。なんかもうすごくパワー出てますよっていう感じで。あ、ここ70キロなのね。ね、もうグイ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 加速してってくれるから。あ、気に入っちゃったこれ。でも見た目ちょっとね、見た目がちょっとあんま良くないんですよね。あの武骨なイメージっていうかね、仕事用だよっていうねイメージがあるんで。あとやっぱイベコさんに比べたらあれですね、イベコさん本当にあのトグルスイッチという、あ、トグルスイッチじゃないか、あの、あ、トグルスイッチなのかな、ね、スイッチ類が本当、昭和かいっていうような、昭和のあのオーディオかいっていうような感じのね、スイッチがいっぱいついてましたけど、こっちは逆にダイヤルが2つありますね。なんかね、見た感じ右側にダイヤルがなんかちょっと目立つなっていう感じがするんですけど、うん、あ、いいね。かなりちょっと運転がおろそかなってますけど今ね。あ、ここ80か。いや、すごいいいなこれ。80でも全然。え、これ馬力何もだっけ。500ぐらいまでしか上げれなかったんじゃなかったかな。あ、しばらくこのトラックで運転しよう。あ、いいですね。お金が今5万しかないので、あ、ちょっとしばらくね、うん、相棒のトラックを乗り換えてって、あの上げていきながらね、性能を上げていきながらね。他の相方のトラックはイベコはね結構上げて返しましたけど、あの他のトラックはね、いまだにスカニア以外、スカニアとイベコ以外の、あとこのメルセデスアクトロスか以外のトラックはもう残り2台かな、うん、残り2台のトラックはあのふにゃふにゃなんでね、もう一番下のクラスを買ってすぐ渡してる状態なので、タイヤぐらいは変えたのかな。あ、
いいね、減速後の音もいいな、気に入っちゃったこれ。ただあ、お釜掘っちゃうね。正面から見たかったんだけどね。Go straight on. ネーム系は大丈夫。さあ、カリーニングラード、レニングラードでもなく、なんかもうなんちゃらがラード、レニングラード、あともう一個、まあ、このカリーニングラードと、 あと、スターリングラードってありましたっけ。あら、映画になってたの何だったっけ。映画でなんかなってましたよね、なんちゃらグラードっていうのが。お、飛行機ある、こんなところに。こんなにむき出しで飛行機あるの。ちょっと驚いたんだけど。あんなとこ飛行機あったね。ちょっと正面から見たいね。直線出ないと厳しいかな。まあゆっくり走りゃいいんだけどね。ちょっとスピード落としましょうか。あ、こんな感じね。おい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 。あ、正面から見たいんだけどね。あ、ここ、そう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 。あ、おおおお。すみません。すみませんでした。本当いつか車がベコベコになるようなアップデート入りそうだね。もう入ってるかもしれないね、とするとね。もうなんかあれだもんね。最近、まあアップデート、最近アップデートはもう、ほんとなんかあの、邪魔をする仕様が良くなってるみたいな、アップデートされてるみたいなね。あ、下り坂だね。さあ、あと何キロですか？あ、あと200キロ。あ、そうそう。ちょっとあまりにね、このアクトロスの乗り具合が良かったのでそればっかりに集中しちゃいました。でも久しぶりだね、ゲームのまともにゲームの話で、あのこのユーロトラックでゲームのこのユーロトラックの話するっていうのは、なかなかこんなにね、あのがっつりゲームのレビューみたいなことを話すのは久しぶりな気がするんで、いつもねどうでもいい話ばっかりに雑談するんでね。あ、ただ今から雑談戻りますよ。何かで言ったかもしれないですけど、私ね、あの楽天モバイル、ちょっとシムをね、楽天シムを頼みましたよ、一昨日ね。で、本当にね、今のところ300万人到達すると止まっちゃうのかな、キャンペーン終わっちゃうのかな。まあ一体何がキャンペーンなのか私分かんないんですけど、とりあえずね、決済するまで0円ですね。普通事務手数料3000円とかね、3300円か今だったらかかったと思うんですけども、もうそれもかからず、しかも SIM もね、eSIM っていうのでやるので、もう SIM 送ってきたり返したりする必要がないんで、これすごくいいですね。で、まあ、で1年間無料で、今すごく言ってる 1GB 無料っていうのは、あれです、4月1日から自動的にアップデートされちゃうということなので、ね、ですから、まあ、楽天さん見る限り基本料金っていうのがないのかな、もう一律2980円かな、それが1年間無料で、その間に4月からバージョンアップで1ギガ切ってたら0円で、縛りもなかったのかな。もう私は1ギガ超えるつもりはないので、これだったら本当いいなと。うわ、すごい割り込み方だね。さらに、これで楽天さんやってけんのかなっていうか、楽天さんの本気を見たのかもしれないね。もう多分シェア取りに行くつもりで、もうこれ投資してるんだろうね。まあこれは一般のその MVNO 業者では無理ですね。資金力が違うと思いますね。だから楽天さんはもうかなりの資金つぎ込んで、まあ楽天さんでかいもんね。ですからね、もうかなりの資金をつぎ込んでやるっていう感じで、ただね、ただというか、ただっていう別に反語じゃないんですけど、私最近思うのがね、
まあ、楽天さんじゃなくて GMO、 GMO ってチラチラ聞くでしょ。あそこもいろんなことやってんだよね。ちなみにね、私ちょっとフィンテックっていう言葉があるんですけども、銀行業務というか、言うと決済ですね、オンライン決済をやる、審判会社でいいのかな、審判会社と間をつなぐためなんですけども、まあ言うと、これ本当右の見たら邪魔だな、右見た時ね、そのつなぐことやってて、私もともと GMO さんは知ってるんですけどね、もう証券もやってますし、あとね、お名前ドットコム、ホームページね、私ちょっと一度ね、お名前ドットコムさん、使ってみたことあるんですけども、もう結構いろんなものに手を出してるなぁと。あと結構ね、いろんな、まあ元からなのか買収なのかは分かんないんですけども、あとね、なんかホームページ、お客さんの依頼で、ちょっとエンドユーザーさんの、仕様を調べてあげて、調べてほしいんだけどって言われて、まあ、お客さんも、なんかどこに頼んだか分からないというか、どこに、今頼んで作ってもらってるんだけど、ホームページ運営をしてるんだけども、そこがどういうところのかがよくわからないって、っていうようなね、あなたそれでよく契約したねみたいなことはあったんですけども、いや、まあもう専門の人じゃないとこういうのわかんないっていうことなので、とりあえずちょっとどんなもんかで、もともとリプレイズの話が来てたんですけどね、ちょっとどんな感じですか、まあ素人じゃないと思うんですけど作ってるところって思うっていう話だったんで、まあ一度私もね、ソース見れますので、まあアクセスして、でソース見たらね、もうめちゃくちゃ綺麗なソースだったんでね、綺麗なソースで、もうよくできてるソースね、ちゃんと HTML5 に準拠してましたし、これすごいなと思って、これ作った人すごい手だれてる人ですよって私言って、めちゃくちゃソース綺麗ですし、これはもう素人のもんじゃないですよ、もうしっかりしたところは作ってますよ、それなりにちゃんと金かかるのも理由ありますよっていう話をして、でなんか気になったんでね、これドメインどうしてんのかなと思ったら、ドメインが専用ドメインじゃなかった、独自ドメインじゃなかったのかな、独自ドメインのは独自ドメインだったのかな、でただそのエンドユーザーさんの独自ドメインなんですけども、調べていくとね、これエンドユーザーさんになってないんですよね、管理者が、まあ最近はね、管理者がそういうプロバイダーさんが、プロバイダーというか、そのホームページを提供してるね、デベロッパーさんが肩代わりしてくれて個人情報出さないよっていうの、これがね、これ私のあれなんですけど、お名前ドットコムさんはね、これお金取るんですよ、毎月100いくらかな、もうビビったるもんですけど、で私はね、メインが X サーバーっていうところなんで、 X サーバーさんこれお金取らないんですよね、あいやーっていう感じでね、あらまあ、ですから私、お名前ドットコムさんもやっててね、まあ、どっちも一長一短あるんですけども、まあ、ですから、お名前ドットコムさんはキャンペーンで1円から、始めたり、1円からね、1年間、まあ、これもね、やっぱり分からない、知らない人が見るとね、もう落とし穴だらけなんですけどね、すんごい落とし穴だらけですよ。あれもうね、最初の1年だけは1円とかでいけますけど、次の年からやっぱり回収するように組んでますね。まあそれは当然ですね、やっぱり、そうしないと回収できませんから、いつまでも安くっていうのはできませんので、まあ X サーバーさんもね、1年間無料とかね、あとうちの息子がね、キャンペーンで滑り込んで、まあうちの息子もホームページ、ホスティングでね作るようにしたので、それ私も協力してるんですけども、生涯無料、ドメイン管理料生涯無料っていうのがあって、やりましたよ。ですから、X サーバーさんと契約してる間は、ドメイン管理料、年間かかるね、お金がね。あと、イニシャルコストもタダだったのかな。イニシャルはかからないのか。そういうこともありまして、
話だいぶそれちゃいましたけどね。もうですから今ホスティングはねすんごく楽にできますね。で本当安くできるんだよ。であのねやっぱりね調べてるとやっぱりね、目の前のその餌ぶら下げて、まあエクサーバーさんもそうですね。まあまあそれがビジネスなんで仕方ないんですけどね。安いのぶら下げて、でどこで取るのかなと思うとね、ドメイン管理料で取ったのに、やめた時のドメイン管理料の方で、まあ生涯無料の方はね、ずっとそこで、要はまあエクサーバーさんを使ってればずっとというような感じでそこでペイするんでしょうけども、それでもまあ月1000円ぐらいだもんね。安いよね。それでドメイン持って、ホスティングでホームページも持ってて、メールアドレスも持っててっていう感じでできるんですから、しかもデータベースもついてね、よくできてると思いますよ。昔とはね、ほんとね、うちもその昔からやってるんで、まあ未だに固定 IP 持ってますからね。もう固定 IP を持つ時代じゃないですね。正直、もう VPN と固定 IP は持つ必要がないのかなって。まあ大企業はね、もう専用線って、専用線じゃないですけど、拠点間結ぶのに VPN っていう、まあ大企業ほどの資源があれば、それを今更クラウドに変えるといったらすごいエネルギーと資金がかかるんでね、無理だとは思うんですけど、まあ、こじんまりした中小なんかはすぐ乗り換えれそうなので、もう、時差ばって時代じゃないなってね、思っちゃったりもしてるんですけど、まあ、さっきの話からだいぶ脱線しましたけども、まあ、話戻りまして、よくできてんな、この、ホームページ作った人、すごくよくできてますよと思ったら、調べていくと、GMO さんだったんですね。ああ、そらこんな大手がやってればと。きっとあれももうパッケージ化されてるなシステムだと思うんですけどね、よくできてんなと思いましたね。ですからその、まあ、楽天さんだけじゃなくて GMO さんもね、 GMO さんも手広くやってるんで、ああいうなんでしょう、そっちの方面にも手出さないのかなとかも思うんですけどもね。まあ楽天とまあ、楽天の方が規模はでかいんだろうね。まあ、楽天は大きいもんね。まあそんなこんなでちょっと SIM はね期待したいなと。実は私去年ねまた SIM をね契約してまして、IoT 専用 SIM っていうのがありましてね、データ通信専用の SIM なんですけども、普通のキャリアとかで頼むと結構高いんですよね。LINE モバイルでね、データ専用だったらね、税込み550円、税抜き500円のね、税込み550円で1ギガまで高速で使えて、1ギガ以降は低速で動く、1ギガ以上は低速で動く、持ち越し2ギガまでっていうのがあるんですけども、あ、はいはい。初期費用がね、結構かかるんですよ。3300円かかったと思いますし、でさらに、そうかそうか、3300円だけかな、初期費用は。で、月550円かかるんでね。で、なので、その IoT SIM のね、私、ソラコムさんというところの一回、使ってみてるんですけども、それはね、初期費用が800円で済むのかな。で、低速ですけども、月の基本料金は税抜きの300円かな。300円、月300円で、あと通信料、重量制で、1MB 0.02 円だったかな。なんかそんなんで。で、まあやってみて、一月ね、ちょっと私がラズベリーパイっていうね、前何度か言ったことありますけど、あれに接続して、で、5分おきに、テキストデータちょろって流すテキストデータを流すアプリをね作ってたものですから、それでちょっと使ってみたんですよね。で使ってみて1ヶ月使った結果が340円だったかな。まあまあいいねとは思ったんですけど、ただ通信量が見れるんですけどね、モニターして見れるんですけども、通信量がね私の計算と合わないんですよね。100メガぐらい使って、月100メガぐらい使ってる計算になって、私のね、
計算ではねもっと少ないはずなんですけど、でそれを社長にあのこんなんでしたわっていう話したら、あそれあの通信の IP ヘッダーとかその実際の通信以外の部分も全部カウントされてんじゃないのって言われて、あなるほどそういうことかというような感じでねちょっと思ったりもして、まあでも330円、月1回線330円で済んだらまあいいかなというのと、あとまあ私の方のね、私の方でちょっともうちょっと調べて、もっと、最適化していこうかなというのも含めたら、もっともっと、まあ300円、230円でまで圧縮できるかなと思うんですけどね。で、まあそれがね、うん、やっぱ10円、20円ですけどね、これが100台になったら、2,000〜3,000円になって、1,000台になったら、ねえ、2万円、3万円になっちゃって、もう、そうですね、目指したいのは数万、1万台を目指したいなと思ってんでね、私、まあまあ無理ですけど、ちょっと最近ね、ちょっといろいろトラブル出てきちゃったので、まあ、先月、先々月まで忙しかったので、その、ちょっとトラブルというか、大丈夫かなこれっていうのを、まあ、近々やっていかないといけないんですけども、まあもうそういう感じでね、 IoT というのが今ね、なかなか、まあ結構前から言われてますけど、まあそういうIoT といってもね、なかなかその Wi-Fi につなぐのはいいんですけど、移動体通信でね、移動体として IoT をするっていうのはかなりハードル高かったんですよ。まあ、これはまあ国も言うてるように、やっぱり電話代が高すぎるんですよね。キャリアさんがね、キャリアさんがちょっとまあまあやっぱ日本は海外に比べるとすごい高いらしいので、ちょっとそこでね欲張っちゃってるんでね、っていうのがあるんですけど、どん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 その楽天モバイルもね、もしこれでいけるんだったら、私 IoT シム、楽天モバイル、 IoT 用のシムで楽天モバイル使えないかなとまで考えてますんでね、そうなるとすごくコストが圧縮できていいなぁ、夢広がるねーと、さすがに重いな止まっちゃうと重いな、右折車に行かれ、先行かれちゃったら譲ったつもりないのに、というような感じでね。ですから今日ね、開通来るはずなんですけどね、eSIM で物理的なもんが存在しないんですけども、2日かかる、私てっきりね、うわこれだったらもう即日行けるんじゃないのとか思ってたんですけど、甘かったですひょっとしたら申し込んで30分ぐらいで動くんじゃないのと思ってたんですけど、甘かったですね。さあどっち、あこれ左か、さあでもね、ちょっと2月はね、これ私多分2月に仕事ないなどうしよう、逆にもう2月、先月先々月がもうすごくしんどかったから、その分遊んだった方がいいのかな、なんかぶつけちゃったねという気もしてきてるんですけどね。でも遊ぶって言ったら、そうだ今ガソリン代高いんですよ、140円超えるんですよね、レギュラーで。前近所で見たところなんか150円でしたよ、と思ってね、でかみさんに言ったら、今それぐらいするよって言われて、あっさり言われてね、そうなんだねというような感じで、さあ着きました。ああ今日はなんか開発もうずっと喋ってたねドリラ D50 ワルシャからカリフォルニアで配送ということで、無事終了しました。お金がいくら、7万、あ76,000、あもうこれ改造できんじゃないのかな、ちょっと言っとくちょっとこのトラック気に入っちゃった、音がいいね。ああ、ちょっとアクトルス気に入っちゃったな。あ、まあね、ちょうど寝るのにもいいんで。あ、すごい軽快に走れちゃうもんね。あら？で、あれがあったんだね、ここに。なんだっけ？人材派遣がね、まあ海外では人材派遣、まあアウトソーシングっていうんですか、まあ結構当たり前なんですよね。まあ海外のそのね、就業事情ってどうなのかっていうのがあんまり分かんないんですけども、
まあね、日本もですけど、海外もね、なかなか大変なのは大変だと思いますね。うん、日本だけがあんなブラックとかいう感じじゃないとは思うんですけども。だってね、本当に東南アジアとかって失業率すごいらしいですもんね。まあ今コロナ禍でね、ちょっとさらにという感じもありますけど、さあ、サービスはいらないね。95ユーロかかんだね。ダメージもないんですけど、あと何かできた、これまだいいね。あ、もうこれ、あら、シャーシ、あ、そっか、これだったのか。エンジンは、おお、あ、エンジン最大だね。シフトもそうだね。あ、これだったらタグリフトだったっけ。おや、これかタグリフト。あ、いいな。あ、でも思ったより長いな。でもこれにしちゃうと、これある？あ、ない。かっこ悪いな。あ、やっぱ通常貨物こっちの方がいいね。あ、じゃあちょっとなんかね、返金があるんですよ。あ、そっかそっか、これもキャンセルしちゃおう。うん、そうだね、うん、仕方がないというところで、まあ、今回この辺で終わっときましょうか。あ、寝ないといけない。ここ寝れるんですよね。いやー、これアクトロス気に入っちゃったね。あら、寝れない、ここ。あ、あ、今言ってたね。よいしょ。あ、ここでダメなんだね。今どうでこう言ったんだろうね。止めていいよっていう。あ、ここか。はい、じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。ユーロトラックシミュレーター2ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。